になるなんて当たり
だからどうか先生勘弁して。
ちょっと待ってて。はいはいはい、今度はこっからこんにちは。ステイホームいかがだったでしょうか。あのね、もうどうせバレるから言っとくんだけどね、ハローとワでね、歌詞間違えそうになっちゃった。まあ間違えちゃったんだけど、ちょっと許してくださいと、配信でやることになって、まあ、この状況だし、目の前にお客さんいないのすごい辛いんだけど、正直すごい、なんだろうな、ちょっと嬉しかった。いつも広島からライブいつか見に行くねって言ってくれる子たちが、こういう形でライブに参加してくれたり、なんかまあ大学生だし、金銭的にそんなライブいつも行けないよっていう子たちも、これを機に歌を知ってくれたりして、本当になんかまあ不幸中の幸いかなって思ってます。ごめん、オチは特にないんだけど。でもそう、春ね、3月4月にライブ3本決まってたんだけど全部ダメになっちゃって、そのために練習してきた曲が、まあ、全部ダメになっちゃって悲しいんで、1曲春の歌申し訳ないんですけど、お付き合いください。美和さんで目黒川です。どうぞ。Yeah.
誰かに聞かなきゃ不安
ありがとうございます。きっと1週間後にはこうやってコメントを自分で見ながら何やってんだろうみたいなコメント残してるんだろうな。松崎むつみです、よろしくお願いします。今日は5曲歌わせていただきます。全部オリジナル曲を持ってきました。1曲目はですね、水木奈々さんをイメージして作りましたファンタジアという曲を歌わせていただきました。はい、皆さん自粛明けましたね。でもまだ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 ぬからぬようという感じで、まだまだ自粛もんって感じで感じなんでしょうね、きっと。松崎もね、結構自粛でテレワークだったり、会社でねテレワークだったり、あと本当に引きこもり生活を過ごしておりました。やっぱりなんかこもってるとね、嫌な気がね、自分の中でもや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 してしまってね、嫌な期間だったんですけれども、でもその期間にね、嬉しいこともございまして、おめでたいこともございまして、私のお世話になってる方にね、赤ちゃんができまして、この間無事に生まれたよっていう、そういう連絡が来ましてね、もうこの時期でいろいろ大変でね、妊婦さんなんてね、病院とかもいろいろ大変で心配だったでしょうに、それでもなんかお子さんが、元気な赤ちゃんが生まれたよっていう、そういう連絡がすっごい私の中では嬉しくて、次の曲はですね、私も生まれてくる赤ちゃんとそれを迎えるお母さんの気持ちになって作った曲がございますので、そちらを歌わせていただこうと思います。聴いてください、マリア。初めて見た
Thank you.
ございました。私配信ライブ初めてで松崎睦美と申します。神木の僕に美しいと書いて睦美って読むんですけど、こちら本名でやらせていただいております。私の名前の由来をそのまま歌にした曲がございますので、そちらを次に歌わせていただこうと思います。皆様の故郷の田舎のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんのことを思い浮かべながら、ちっちゃい時のことを思い浮かべながら聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。贈り物。歩き慣れたこの道、ありがとうございました。贈り物という曲を聴いていただきました。そして松崎、次の曲で最後の曲になります。
最後はですね、最後はですね、画面越しにもね、伝わるようにね、皆様にパワーをたくさんたくさん込めた応援歌を送りたいと思います。満員電車で揺られる人たち、満員電車で揺られる人たち、コロナ騒ぎの時にも一生懸命働いてくださった方々、いろいろ本当にありがとう、ありがとうございます。ありがとう、たくさんのありがとうの気持ちを込めて画面越しにこうやってパワーを送ろうと思います。それでは最後の曲聴いてください。 LINE。
激しめなロックの曲なんですけど、ちょっと弾けるかわからないです。いや、とりあえずやろうと思います。Stones っていう曲ですね。まだ早いだろう、似合わないだろう。
を焦げる七しの水道けっと離されて弾かれて水平を日々に丸くなるんだよ歌いながら僕らはこの世界とは何か投げて明日へ行こう昼間なんですよ、まあ、夕方、昼間なんで大体いつも起きるぐらいの時間に撮り始めてるんでめちゃくちゃ今お眠です。お眠なんですけど、ああちょっとね、お薬を飲んだので、お薬、モンスターっていう名のお薬を飲んだので、ちょっとだけちょっとだけ元気な感じでやっておりますけど、次とですね、じゃあ2曲続けてやるんですけど、次やる曲、一応オリジナルの、一応オリジナルの曲です。はい、なんで2曲続けてやろうと思います。君へっていう曲と、こっちが2曲がオレンジっていう曲です。帰り道一人立ち止まり空見上げ今はいない君を君へ。
すごいなんか普段のライブより緊張めちゃくちゃしますね。撮られてるっていうあれがやっぱないんで普段。でもやっぱ撮られるっていうか普段やっぱお客さんがいてでまあ知り合いとかがそういう風に誰かしらが撮影をしてくれてる。本当はなんかちょっとまた別だし、なんていうかな、やばい、ちょっとこれ慣れない、めちゃくちゃ慣れない、どうしよう。でもこれ実際配信された時、ちょっと
見るのも楽しいっちゃ楽しいんだって。あの最近あのライブハウスでライブしてもその映像をちょっと撮ってもらってなかったりしてるんで、それをね、あの当日配信いつだっけ、12日の金曜日なんですけど、それがどう見られるのかなっていうのがすごい今楽しみであるので、あと僕普段全然あのコメントとかしないので、ちょっとコメントもできるようには頑張りますけど、あのコメントの頻度が少なくても気にしないでください。もともとクソイガルなんで、はい、そんなこんぐらいかな。まあ次の曲いきますってかやらないと時間も決まってるのでね。この次やる曲、あの普段やる曲なんですけど、ナノライプさんっていうバンドがいて、それの曲ですね、おもかげワープっていう、あのこれもアニメの曲なんですけど、花咲くいろはっていうアニメの、どうしたっけ、オープニングだかエンディングだかちょっと忘れちゃったんですけど、この曲ですね、んでやろうと思います。Thank you.
結局何もね思い浮かばなかったんで、ちゃちゃっと次の曲ですけど、一応最後の曲をやろうと思います。最後の曲をやろうと思いますちょっとね、毎回このくだりをちょっとやるので、っていうのを聴けるまでやるので、はい、最後の曲をやろうと思います。多分大丈夫かな。はい、まあ、次最後、本当に最後の曲なんですけど、ドリーマーっていう曲を今回やろうと思います。でこの曲は僕が多分一番好きな曲ですね。ちょっと間はなんだと思うんですけど、タリタリっていうアニメのこのオープニング曲なんですけど、ちょっと僕がね落ち込んだ時にちょうどアニメを見始めまして、でアニメの内容もちょっとね、すごい素敵な内容なんですけど、この曲聴いて、で愛理さんっていう方が歌ってるんですけど、その声で聴いた時なんかめちゃくちゃちょっと恥ずかしいんですけど、ちょっと涙出ちゃって、自分が本当に変わるきっかけみたいな感じになってくる曲なんですね。なんで、まあ、こういう時だから歌った方がいいのかなとは思いつつも入れてみました。で聴いてください、ドリーマー。
またどっかでお会いしましょう。バイバイ。